まずは先制の場面なんですが、聖霊クリストファー成田、このあたり犠牲フライということになりまして、聖霊クリストファー高校が1点を先制しました。まあ、1回の表、開成館ノーアウト1塁3塁を生かすことができずということで先制した聖霊。そして2回なんですが、まあ、聖霊の攻撃が続きます。まずはワイルドピッチで返して、さらに、犠牲フライということで追加点を重ねていきます。まあ、栗島さん、このあたり着実に聖霊クリストファー送りバントもあったりしまして、ね、得点入れてきましたよね。はい、きっちり取ってきましたね。そして今度は開成館の攻撃なんですけども、注目の静内タイムリーを放ちます。なおも森も続きます。これで、まあ、開成館が振り出しに戻したということになりました。ここでまた分からなくなりましたよね、試合が、ね、4対4、はいはい、ただ同点となった6回の裏、ピンチをしのいだ後のこの小出、途中から出場の小出が、まあ、今日は大活躍ということで、まずはこのタイムリースリーベースということでありまして、3点を返しリードを広げていきます。そして開成館もチャンスを得て8回の表1点を返します。斉藤、4番の斉藤のタイムリー。そして、この試合どうなるかと思ったんですが、ここがやっぱ栗島さん大きかったですね、8回の裏。そうですね、再び小出このタイムリー、もうこれでほぼ決まったかなというところ、さらにダメ押しの山崎のタイムリーということで、聖霊が、まあ、追いつかれそうになりながらも、結局その後点を重ねて、結果は10対5ということで、見事に聖霊クリストファー3回戦を進めるということになりました。